ございます。おはようございます。ダメ、ギリギリなんで。はい、今のうちに。今日はですね、寒いね、昨日より寒い。寒いね。少子のミステリーツアー、はい、今日めちゃくちゃ面白いとこ行けるんで。声大丈夫ですか？声やばいね。乾燥してるね。今日はマジで絶対楽しいと思います、はい、絶景というかいいところ、ちょっと観光スポットを回りたいと思いますので、はい、今日も行ってみます。はい、行ってきます。行きたかったところ、まずこのハート、え、何だと思います？ちょっとバンクシーもどき。イエス、え、本当？バンクシーの絵がかつてあった場所でワークアウトを中断しています。飛行機があるんですよ、本当は。はい、飛行機があって、まあちょっと YouTube では画像流しますけど、飛行機があって、そこから雲でハートが出てる。あ、この絵なんですけど、まあちょっとバンクシーさんが有名になりすぎてちょっと売られてしまった。へえ、売られてしまって今はないんですけど、まあバンクシーの跡地という感じ。すごいね。すごいですよ。ちょっとこ車ちょっと邪魔なんで写真撮れないんですけど、ここでじゃあ実際に描いたんだね。はい、これちょっと見たかった。へえ、めちゃホテルから近くにあって、ね、ちょっと興奮して昨日寝たんですけど。何があるのと思ってだけど、そういうことだったのね。はい、素晴らしい。ここはですね、2個目キャラバン、ワークアウトを中断しています。ビートルズさんが売れる前、スターになる前にここでライブをしたというキャラバンパブ、キャラバンスタジオなので、ここが、なんですか、マッシューストリート。ああ、聞いたことある。ちょっと短いストリートなんですけど、マッシューストリート100メートルぐらいのストリート。すごく、これは何ですかね、何ですかね。すみません、アイドルおばちゃんみたいじゃない、それ。なんかバンドの名前かな。ああ、かもね。ゴールドオブキャラバン、名前でいい。ダフーホール、あ、見て、ダフーホール、ザ・ビートルズ、ジョーンズ、ザ・ローリング・ストーンズ。うわ、すごっ。すごいね、名だたる。ここはちょっと観光できましょう。皆さんもよかったら下にキャラバンパブリバプール。おはようございます。頑張ってください。ありがとうございます。本日ヘアメイクで入らせていただきます。出張サービス形式駒田でご予約7時にいただきました。こちらにお座りください。よろしくお願いします。ヘアメイク、ヘアは渡辺、少子渡辺ですか？あ、じゃあ2人で使わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まもなく完成いたします。はい、それではこちらです。おお、いいじゃん。映えるね。めっちゃいいじゃん。いいやん。めっちゃいいよ。いいよ、これで行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なんでさ、いただきますしてないんだけど、まだ。何食べるの？ねえ、勝手に食べないで。はい、じゃあ杉山さん、ご唱和ください。いただきます。ウルトワの卵の杉山選手です。こちらは番外編の大神さんです。そして初登場、上田真理奈選手です。ありがとうございます。なんかすごい茶色いのしか食べてない、みんな。茶色しかないんだけど。緑ないよね。キュウリ、唯一の緑はキュウリ。一緒にこの人はランチを作ってます。ディン。ねえねえ、見た？こんなに大きい船がほら出てきてるんです。まるでタイタニック号かな。ほら、めっちゃでかくない？大きい。おはようございます。本日は決勝です。寝れましたか？寝れました。
よし、寝れましたか。寝ました、たくさん。まいちゃん寝れましたか。じゃあ今日は3人さばいていきます。お願いします。皆さん終わりました。すごい3姉妹。はい、こちらのサチパウダーで。わー、すごい、キラキラ。サラです。声入っちゃった。しかもそれのまいちゃん今日かっこいい系だから。今日彼氏系だからね。すごいキラキラ。そうですね、これ落ちるんだよね、すぐね。うわー、幸せの粉が降ってる。うわー、いや、前髪乱さない。前髪がすごい、頭が輝いてる。でもこれさ、なんか取れちゃうんだよね、やっぱり粉だから。なんかセットミストみたいなのある？ない、ね、ないよね。持ってくればよかったな。めっちゃゴージャスになる。取れるね、これ。一気にゴージャス。めっちゃタオルで拭いちゃうしね、この辺。うん、ここもキラキラ。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。キラキラ。全然違う、昨日と。はい、行きましょう。はい、頑張るぞ。今日も一日最高な一日にしようね。私この位置でいい？いいよ。すっごい邪魔に、邪魔じゃない？大丈夫。行くよ。せーの、よろしくお願いしますって運転手に言うのがこちらのルール。はい、竹内いちご選手です。よろしくお願いします。今日も頑張りましょう。そしてギャルマインド水越若子コーチです。どう、みんなの化粧。こまちゃんがやったの。そう、三姉妹。え、お揃い。お揃い。あ、ギャンギャンでしょ。ゴージャス。よし、丁寧に化粧僕したんで、皆さん丁寧に演技していただいてよろしくお願いします。はい、じゃあ会場に向かいます。今日も最高な一日にしようね。はい、ということで大会4日目。4日目、はい、はい、4日目が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう今日はソロ2-3の決勝だったりと、もう盛りだくさんで1日終わりましたけど、本当にお疲れ様でした。はい、本当にみんなよく頑張った。あの結果の方はですね、IBTF のホームページに載ってますので、はい、僕たちの YouTube の概要欄の方にもその URL を載せてますので、そちらをチェックしていただいてですね、見てください。はい、そしていよいよ明日、もう早くなりますよ。最終日です。はい、最終日はですね、アーティスティックソロ、ソロ、はい、ソロ、はい、はい、とペア、はい、そしてチーム、はい、がありまして、閉会式があって、そして今年のワールドカップが決まります。どうですかね、日本今年も。どうですかね。まあこのまま行くと、ワールドカップ今年も日本が取れるんじゃないかなっていう状況なんですけど、はい、まあ、あっという間ですよ。あっという間です。本当に始まってしまえば、はい、ちょっと1個いいですか。いいですよ。この IBTF の MVP 決めませんか。うん、あ、いいね。もう僕もう決まって、今現在で決まってるんです。それ明日でもいいんじゃない、今日でいいの。わかんない、明日塗り替えるかもしれないし、うん、もう今日の MVP の人を超えることはないかもしれない、わかんないけど、うん、コマちゃん的 MVP はもう大会4日目にして今決まってます。え、それもうじゃあ言っていいですよ。
え、もう言うのです。え、明日？明日言うんですね。明日言います。ちょっと考えてみて。わかりました。でも海外の選手、僕やっぱり海外か、ごめん、今ね日本選手団の中で考えてました、うん、でもちょっと海外も含めてね、含めても考える。ちょっと2パターンいくわ。じゃあ日本人の MVP と、うん、もうそのまあ、その全大会の中で日本人が MVP でもいいけど、うん、全大会の中での MVP もちょっと考えてみます。そうだね、はい、コマちゃん MVP、はい、ちょっと全選手見れてないんですけど、うん、僕が見た範囲で。それ楽しみじゃない。はい、僕らがね、調子的 MVP とコマちゃん的 MVP。 うわ、あんま見れてないんだよな。そうなんですよ。ウォーミングアップフロアで見てる感じなんだよね。ちょっとまあね、全ての選手見れてないけど面白いね、それね、うん、やりましょう。はい、はい、ということで、じゃあもう明日いよいよ最終日なんですけども、まあ、日本時間だと今日ですね、今日の夕方、僕たちだと明日なんですけど、のスケジュールはこちらの感じになってます。ぜひご覧ください。最後ね、本当に日本に頑張ってもらってワールドカップやりましょう。いや、思いっきりみんな行きましょう。もう僕たちはもうほぼほぼ明日はアーティスティックソロ終わったら応援になるんで、全力で応援しましょう。はい、日本をね、応援したいと思います。そしていよいよあの巷で噂の番外編、はい今日の大神さん、はい、やってみた、大丈夫ですか。はい、今日の大神さん見ていただきましょう。今日の、はい、この後撮りますか。どうですか。この後はいらない。もう今日素材塗っちゃう。わかりました。じゃあ、はい、また明日。もういよいよ大神さんもあと2回になってる。そうです。名残惜しいですね。名残惜しいんですけど。寂しいな。はい。よろしくお願いします。はい。では、明日も日本時間だと今日、頑張れ日本！大神、頼んだ。今日も最高な一日にしようね。せーの、最高な一日にしようね。ねえ、長いんだけど入ってこないで。ねえ、ねえ、みんなに届け。大神、今日もありがとね。明日も最高な一日にしようね。